たがどこの誰だかなんて私一度も気にしなかったわ。だけど今は。皆様こんにちは。こんにちは。弦楽三重奏団トリオディアミーチでございます。本日は灘午後オンラインセミナー女子会ライブ日本酒と弦楽三重奏、日本酒とクラシックの生演奏をお楽しみくださいという、企画、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。本セミナーはですね、灘午後酒造組合、神戸市、西宮市、阪神電車の4社が参画する灘の酒造活性化プロジェクト実行委員会が、日本一の酒どころである灘午後と山と海に囲まれた灘ならではの地形を生かし、人々の知恵と工夫で自然と一体に醸された灘の酒の魅力を皆様に知っていただき、訪れてもらいたいとか噂に触れていただきたいとか、そんな思いから開催するものでございます。こんな感じで基本私がおしゃべり担当になりますので、よろしくお願いします。それではですね、本日ね、唯一の、このオンライン上での生演奏の曲になります。映画ミッションご存知でしょうかね。そこでのテーマガブリエルのオーボエを、弦楽三重奏用にまた私がですねアレンジをしましたので、本日はそれを演奏したいと思います。このガブリエルのオーボエはですね、去年私の姉、横山玲奈さんが、イタリアクレモナの病院の屋上で単独で演奏したことによってですね、その YouTube で、動画が流れて、曲の名前をね改めて知られることとなりました。まあ、それに関連してですね、妹の私は三重奏版を書きましたので、今日はこれをオープニングがてらに演奏したいと思います。ではお聴きください。ガブリエルのオーボエです。Thank you.
ガブリエルの覚えでございました。まあ、どうしてもちょっとオンライン上でね、演奏するとなると音のこととかね、なかなか届きにくいこととかもあるかと思いますが、まあ、この後はですね、きちんとしたスタジオで収録した演奏を流しますので、まあ、音に関して皆さんご安心くださいね。まずはこれだけ喋り尽くしてる、すでにもうね、もう何倍喋ってるねっていう感じでやってますけども、バイオリン担当の横山亜美でございます。よろしくお願いします。それからですね、ビオラ、まあ、そうです、まず名前言ってきました、ビオラの。はい、川原ゆかです。よろしくお願いします。そして、チェロは。チェロの山岸あゆみです。よろしくお願いします。もともと弦楽三重奏、トリオデアミーチのこの3人はですね、バイオリン1本、ビオラ1本、チェロ1本、各パートそれぞれ1人ずつでやっております。まあ、通常はね、弦楽四重奏、バイオリン2本とっていう風な編成の方が、まあ、メジャーかもしれませんが、私たちはあえてですね、3人で活動を続けています。トリオデアミーチのアミーチは友達という意味でございます。イタリア語ですね。で、この3人ともね、同じ世代でこうやっているからということもあって、まあ、名前をつけております。で、まあ、バイオリンはね、まあ、皆さんご存知の通り、一番高い音域の楽器なんですけど、まあ、こんな感じで高い音域を担当となります。で、ビオラはね、ちょっとね、バイオリンに比べてちょっと大きなサイズ。ビオラの魅力とはどうですかね。ズバリ最近ですね、演歌を押させてもらっています。ちょっとバイオリンよりも低い音が出ますので、人の声にもすごく寄り添える楽器かなと思っています。そしていろんな、ね、演歌の声の音域にとても対応できるんじゃないかなということで、トリオディアミーチでは、ね、演歌もレパートリーの中に多く入っております。はい、ちょっとね、お酒に合いそうな話が出てきたんですね。はい、では真ん中のね、あゆみちゃんですか。さらに渋い音ですね。チェロの魅力、どうぞよかったら。チェロの魅力はですね、早朝に聴いても深夜に聴いても落ち着く音というとですね。確かにここはバイオリン大体やかましい気になっちゃうんでね。まあちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ三者三様でそれぞれの楽器ね、音色は違いが、まあ、こういう風にあるということで、まあ、この後の演奏に関しても改めてね、ちょっと耳を傾け、それぞれの楽器に対して耳を傾けていただければと思います。そしてですね、私はもう改めてそのさっきこの最初に弾いたガブリエルのオーボエっていう曲を、まあ、弾いた時に姉のお話ちょっと触れましたけれども、次にね、ちょっと私の姉とそれから私の関連性とか実際、まあ、どんなところで勉強してきたことにね、ちょっと触れてみたいと思います。そもそも私たち横山姉妹はですね、イタリアのクレモナっていうね、ロンバルディア州、まあ、長靴を想像していただいたら、それの一番もう入り口ぐらいのところにある、ロンバルディア州の中にあるクレモナ市というところで、クレモナっていう町で、まあ、2人で勉強してたんですね。私は2008年に留学して、私の姉は2006年に留学して、2年差で、まあ、ずっと勉強してたんですけども、まあ、その2人はクレモナで、私は足掛け5年、姉は未だにずっとクレモナで、過ごしているんですね。もう学生生活は当の昔においてですね、今プロの、バイオリニストとしてもうクレモナで長く、まあ、拠点をそこにしながらヨーロッパ全土の演奏をね、駆け巡っているというところなんですけれども、まあそのガブリエルのオーボエを弾いたということでも触れました通り、去年の4月にそのクレモナの病院の屋上でですね、医療従事者に向けてその演奏をしてほしいと病院の院長先生から依頼がありまして、
で、その手前にも大聖楼の上でね、クレモラの観光スポットとしてもとっても有名な場所なんですけど、大聖堂の横にものすごい背の高い塔があってですね、階段がね、500段ぐらいあるんですよ。もう一回登るだけでゼーハゼーハなるようなとこなんですけど、もう景色がね、とっても綺麗なんですよ。その大聖楼からね、街を全部見ると屋根が全部赤レンガなんで、もうそれを見るだけでもね、行く価値のある街だと思うんですが、まあ、その大聖楼の演奏をした時に医療従事者関係の方が偶然聞いて、さらに院長先生の方につながって、まあ、病院の屋上の演奏につながったということにも、なってるんですね。で、その、まあ、ガブリエルの覚えもそうですが、その演奏動画があの YouTube に公開された途端ですね、全世界駆け巡って、そんな、まあ、私の2つ目の姉が、まあ、横山玲奈さんという方なんですけれども、まあ、私もですし姉もそうですし、まあ、バリバリイタリア、まあ、ヨーロッパで勉強して、今プロとしてやってありますので、まあ、そんな私、まあ、妹の方はここで弦楽三重奏を日本でですね、まあ、組んで、そして今このようにして活動しているというわけなんですね。あのこの後もね、ちょっとお楽しみにしていただければと思うんですけれども、私たちの演奏の前にですね、ちょっと姉の方の、あの映像があるということなので、先に皆さんそちらをねご覧いただきたいと思います。あのこの動画全編見たい方はですね、 YouTube でぜひ探していただければと思うんですけれども、あの姉が弾いていたガブリエルのオーボエをですね、最初弦楽三重奏にあの私がまあアレンジさせてもらったっていうのがね、あの私も編曲をしようと思ったのも姉が弾いたのがきっかけだったので、あの楽しくね、あの編曲させてもらったんですけれども、あの、まあ、ここでですね、あの私たち三重奏のあのこの4人でも4年以上一緒に演奏してきておりまして、同じオーケストラで出会ってですね、そこからあの一緒にやろうということでって、まあ、その始まっていきさつはまた後で改めて話をしようと思っているんですけれども、あの実は私も今ちょっといろんな夢を追いかけているところでして、自分の地元箕面でですね、あのスタジオをですね作ったんですよ。でもそれもただのスタジオではなくてですね、ライブ配信を主軸にした音楽スタジオというところなんです。まあ、稼働は来年に入ってからなんですが、スタジオアルテジャーモというんですね、そこでですね初めてのね、収録の仕事になったのがこの阪急交通社さんのこのね企画だったんですよ。今から皆さんにご覧いただく映像の方がですね、あのまさにその場所で撮った、演奏映像になります。ではですね、ひとまずあのタイトルだけお伝えして、それからお聞きいただきましょうか。チャイコフスキー作曲のこのクリスマスシーズンに合うかと思います。クレミアリ人形より花のワルツをどうぞお楽しみください。
い、ありがとうございました。チャイコフスキー作曲の花のワルツ、くるみ割り人形よりからでございました。私たち3人での、ね、演奏、いろんなアレンジ作品があるんですけど、この花のワルツもね、三重奏用にちょっとなかったので私が作らせてもらったんですね。多分3人用でも20曲以上今までアレンジしてきてると思うんですけど、またアミーチを追っかけていただいたらね、いろんな曲、楽しんでいただけるかと思います。ちなみにですね、私たち3人がですね、演奏をどうやって始めたかっていうこと、ちょっと触れたいと思うんですけども、そもそもはですね、4年以上前、まあ、2017年頃にですね、私がちょっと新潟の方にですね、お仕事誘われたんですよ。弦楽、それはちょっとこだわりあって弦楽三重奏でってお願いをされてですね、わかりましたと。ただちょっとメンバーに関して私いろいろ悩んでて、できればこう新潟にいた時にですね、ちょっと楽しんでいただけるようなメンバーと思った時にですね、酒って思ったんですよ。酒を一緒に楽しめるね、飲み友みたいな演奏メンバー欲しいなと思いまして、でふっと思いついたのが彼女と彼女だったんですよね。なんで日本酒一緒に飲みに仕事行かないって言って、そだいたいそんな感じなんですね。で、山口さんと川原さんとですね、OK って言ってくださったので、1泊2日の、まあ、お仕事という中でですね、行ってですね、演奏はもちろん大事ですよ、なんですけども、3人での演奏を終えた後、楽しく新潟のね、お酒をですね、日本酒ですよ、そうやってね、巡っててっていう旅をしてて、最初日本酒取るよって言ってたんですトリオでアミーチの名前が決まる前は日本酒トリオとか新潟トリオとか確か言ってたと思うんですけど、ね、まあ、そんな、3人はもともと日本酒とかお酒好きから始まった弦楽三重奏団なので、もう本企画はですよ、私たちからしたらもう願ってもない企画だったというわけでございますね。はい、まあ、ここからはですね、せっかくなんでこの3人が、まあ、お酒をですね、美味しいお酒を求めて灘を、まあ、旅しましたので、その中でのことをね、ご案内させていただきたいと思います。で、今回はですね、私たちは、灘五号の中から、まあ、5つあるうちの、2箇所ですね、三影号と西宮号に行ってきました。地図でね、見るとですね、赤丸の場所2箇所になりますね。見えますかね。南の方側ですね。まず最初にですね、訪問したのは西宮号の阪神電車の西宮駅から歩いて約15分ぐらいの、博士課記念酒造博物館ですね。で、記念館と酒造館が、まあ、ありまして、今回はね、酒造館を訪問させていただきました。当日は特別にですね、博士課記念酒造博物館の、里村島様に、ご案内をいただきましたね。写真のね、スライドショーの通りでございます。これでちょうど入り口をいたとこだったかな、覚えてる、うん、2人とも大きかったね。確かにね。次お願いしますね。あ、そうそう、お米のこんな感じでちょっとなってたよね。はい、次お願いします。この辺りもそのちょうど作っていってるところの絵としてあったよね。はい、ちょうどこれ巡っていってるところでしたね。あ、そうそう、ここをみんな覚えてる？たくさんね、説明してもらってて、うん、もう最初の入ったところ、入る前からもう説明がこれは何だと思いますかみたいなところから、結構質問詰めでドキドキしたよね。楽しかった。そうで、これなんか道のアートだったね。そうそうそう、はい、で、ちょっとこれはまだ外のところで歩いてて、で、この換気施設の関係もとかね、あ、そうそう、クレーンみたいな宮水をね、汲んだるところっていう、その宮水についての話もすごく興味深くて、なかなかその通りすがってるけど宮水のことは意外と知らなかったので、すごく聞いてためになりました。いろんなところの水源が集まってるっていうのが、なんかそのもう湧き出てるんだと思ってたら、いっぱい集まってて、そうするとよりお酒にいい水がであるっていうのをみんなが知ってたっていうのがすごいなと思って見てました。うん、なんかね、私も昔西宮ってその日本酒があるよみたいに聞いてたから、うんうん、西宮と日本酒が全然つながってなかったんですよね。それを今回宮水っていうキーワードも聞いて、あ、西宮で宮ってそこも関係あるのかなとか、まあ合ってるか合ってないかさておき、なんかちょっと関連性をやっと見出せるようになってきたね。
あ、これ樽のね、樽と言いますか、これが入ってるというやつですね。かっこいい。ねずっと笑ってたよね、あの説明受けながら、ゲラゲラ、ゲラゲラな知らないとか言ってたくさん知りました。そう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 、だから里村さんもとってもね楽しそうにね、あのご案内してくださったのね、あの嬉しかったですね。はい、でこれあの中でのそのお米、あのどれが日本酒にこうこういう風なね性質向いてるかとかって話をしてる時にあの教えていただきました。実はこの樽持っちゃったんだけど、うん、結構重たかったので、うん、あの絵にあるやつはすごく重労働なんだなってすごい思ってさりげなく持っちゃいます。みんなあの筋肉パワーすごいんだろうなってね。確かに、はい、そう、この気候とね、うん、あの日本良い日本酒を作るにはっていうその条件の話を、ね、伺った時にここをご案内してもらってましたね。中にこういうこうなんていうのかな、人型というか作ってで、ね、当時のこうお酒を作ってたのを再現している場面もあったんだけど、このさ刃物めっちゃ多いやんっていう、見たことない形がいっぱい。そう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 、あれなんかそのあの樽自体を作るのだったりとか、樽を作る、そうそうそう、ね、関係だったよね、特別な道具って言ってましたね。そうそうそう、ね、ありがとうございます。そう、あのこれは確かお米を、あ、1個前に戻したんですか、はい、これあのそのお米をちょっと熟成させるところの、うんうん、中のもので、もみを壁に一面にこう入ってるよっていうのを教えてくださったところで、これでその適温、まあ、当時ね、うん、その温度を保たせるっていうのは難しかっただろうけど、あのこういう風な工夫をして、やっていたっていうので、ね、教えていただいた場所でしたね。はい、のあゆみちゃんもゆかちゃんもパッと思い出したの言ってください、うん、はい、お願いします。すごい大きかったもんねこれね。3人入ってもまだ全然どんだけね量入るんだろうっていうの、なんか屋根の上にすっごいいっぱい干してあって、あ、写真あったね、ちょっと前の写真になりますけど、いっぱい干してあったからこのくらいのバケツくらいなんかなと思ったら、この大きさの全部ものが全部ね干してあるっていう、乾燥をしましたね。あ、そう、あとこれあの接着剤とか使わずに組木って言ったらいいんかな、木を組み合わせるだけで作ってる、だから絶対に隙間がないように漏れてないように言ったけど、いやすごい技術だよねっていう、この樽一つでもね、はい、ありがとうございます。私すごい熱心に多分聞いてたよね、多分これ一番べったり里村さんについてそうでした。そう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 、このあたりもずっとね、あ、そうそう、これは、うん、さっきもね写真で出していただいたけど、見学をした時ですね、刃物ね、あたりこれは、うん、なんか集中してくれた建物のやつかな、うんうん、あ、多分そうですよね。次ちょっといいですか、うん、あ、そうだ、そう、ジオラマね、ちょうどこの昔はここにこういう建物があったんだけど、今はとかって話を聞いてる時だね、わかりましたね。やっぱり神戸というと阪神淡路大震災がやっぱり影響としてはすごくあるなっていうのがあって、この記念館の中でもこういうふうにその昔のまあ、震災があった時の大体のそういう、まあ、建物が壊れてしまったところとかもやっぱ残そうということで、記念館の中にこういう施設がちゃんと残されていて、で、私たちもすごい最初はえこれ大丈夫なのってちょっと、うん、一瞬入った時にはびっくりしちゃうとこだったんですけど、やっぱりすごい甚大に揺れたんだろうね、うん、っていうのが今もすごくよくわかる。で、私たちが訪れたあのその施設でもその生き残ったとこともう完全に潰れてしまったところがあってって、でその潰れた側の方のね関係のものをこのようにね展示をされておられたそうで、でまあ阪神淡路大震災でと、ここもね他人事ではなくって、うん、一応私もまあいわゆる幼稚園か小学生初めぐらいになんかおもちゃ箱シャッフルされてる中にいてるような、うん、あの揺れをね覚えてるから、うん、あその時のものなんだなってのやっぱり思い返したのでね、うん、いろいろ思うことはありましたね。ここですよ、これです、これです、お楽しみの。先生、そ
そうですね、お店にねみんなでね買い物をたくさんしましたね。はい、で行ってそうもうねもう天国ですね。やったーって言ってダッシュみたいな。は、はい、ありがとうございます。あ、そこでですねちょっとあのいろいろお土産をですねこう買ってきてその結果みたいなところがあるんですよね。はい、見えるかな、見えるかな、こんなこうみんな元ね。はい、さあちょっとか、はい、で私これね、はい、というわけでこんな感じでいろいろ買ってきてね、あのもう酒のつまみにしかならないものばっかりを買ってるんですけど私はねこれあのまあ奈良漬けのものなんですけどね、あのその博士さんのね奈良漬けですけどね。はい、でここでですね、まあ、ちょっとお酒もそうなんですけども、まあ、それぞれちょっと気に入ったものをちょっと、うん、あの買って、お酒以外もこういうものがありまして、とりあえずこれそうです、ね、私はクリームチーズを食べたんですけど、すっごく滑らかですごい美味しかったですね。なんかずっと食べちゃう、あっという間になくなっちゃいました。こちら、はい、これこんなに大きい箱に入ってる酒粕って私初めて見たんですけど、ええ、もうすぐに買うってなって買ったら、なんかのすごいこう板状の、うん、あのすごい日本酒のいい香りの酒粕が入ってて、であの私結構子どもの頃から酒粕をおやつに食べてて、あちょっと炙って砂糖ちょんちょんってつけて食べるみたいなことをしてて今回もちょっとそれやらせていただきの、粕汁とかももちろん作らせていただいて、すごいお酒の香りがあのすっごい楽しめた、美味しい、ぜひお土産に買っていただきたい。粕汁鍋毎日できますからね、はい、でもすぐなくなるから美味しいからいやそうね、とちゅうくさっきで奈良漬けね、これねウリとスイカとキュウリと森口大根とっていう4種類がセットになって入ってるんですけど、まあ消えますよ日本酒と合わせて、熱燗とよろしくお願いしますということで、はい、そんな感じで、ちょっとご紹介というわけにいきました。はい、じゃあここでですね、まあちょっと私たちも次々とね、もう酒の話をしたら多分3時間ぐらいいけると思うんです。ちょっとそれだとオーバーするので、一旦ちょっと落ち着きということで、演奏の方をね、お聞きいただきたいと思います。先ほどの、まあ、スタジオアルテジャーマで撮影した、ものになるんですけども、次は私たちの得意分野の映画音楽で、シンドラーのリストのテーマ、ジョン・ウィリアムズ作曲でアレンジは私、横山亜美がしております。まずは、どうぞ演奏の方お楽しみください。Thank you.
はい、ありがとうございました。シンドラのリストのテーマ、弦楽三重奏版でお送りしました。この曲はね、先ほどもお話した通り、ジョン・ウィリアムズという、映画音楽の作曲家として一番有名な方のうちの、一つの曲なんですよ。スター・ウォーズとか、E.T. とか、インディ・ジョーンズとか、ジョーズとかって言ったら大体皆さんピンと怒られるかと思いますが、その中でバイオリンソロがね、とっても綺麗な曲がこのシンドラのリストだったんですね。それをそれぞれソロを振り分けてこうアレンジをしてみたんですけれども、私も結構アレンジ の作品のうちは、お気に入りの一つでもね、あります。さてと、ではしっとりとしたところでですね、前後こんだけ喋ってたらしっとりも下手くれもないって言われそうかなと思うんですが、続いてですね、もう一点、訪れたね、場所についての話ね、進みたいと思います。続いてお伺いしたのはですね、阪神電車石屋川駅から、徒歩8分ぐらいの、御影号福寿神戸主神館さんに行ってきました。こちらの方はですね、何が一番楽しかったってね、死因だったんですけど、その前にですね、ちょっと目の前に、この5品もちょっと、あるのでね、でもこれまずでいいですかね。上がりました。じゃあ、ひとまずこの新館の方の入り口でちょっと私たちがね、ドヤっていう顔をしておりますけども、ここから中にね入っていきたいと思います。このみんな看板見たとき、最初どこに行きたいと思った？パッて見たとき。私はすぐ食品と思った。はい、お中ちゃんと見てきなさいって言われた。はい、次お願いします。はい、ちょっとこれ中にね、入っていくとかですね。そう。ここを映像をね、見ていたんですけど、ここでも宮水についてとか、しっかり映像ね映っていて、ちょっと改めて勉強をさせていただいておりました。はい、このねボトルが美しいんですよね、そうでもう見てすぐ飲みたいって思ってたのはここだけの秘密っていうことでね、はい、工場も見れるとはちょっと思ってなくて、すごいこうガラス張りでもすごく見入っちゃって中ね、大きいね。大きいね、やっぱりね。朝、お米をちょっと触りに行ってたんだよね。そう、この精米具合で全然サイズとか、見た目もそうなんだけど、ね、そう、ここが変わるんですよね。35% とお米の原型とどめてないって思うもんね。確かに。そうそう、丸っていうね。なんか ボトルには書いてたけど、何が 50% なのか何が 35% なのか、ちょっと分かってなかったんですけど、これ見ても一目瞭然に、なんか知らないとパーセンテージ多い方がいいのかなって思う。何でも多い方ではないってね。はい、福寿のね、こっちね、そう楽しみなところですね。ちょっと入っていきたいと思います。はい、そうもうこの辺りでちょっとそろそろうかうかな3人で楽しみに、やってるんですけれども、ちょっとね、私たち のお楽しみタイム、ショッピングコーナーみたいなのがあるんですけども、いろんなものがここでもありまして、気になるものも多数で、ございました。はい、そう、私ずっとここ離れてなかったのをね、阪急交通社のねスタッフさんめっちゃ激写されてたす。走っていってずっと雑誌を撮るのそうどうやみたいなね、もうだってね、もうなんか酒好きを隠す気が全くないみたいな感じでね、すみませんでした。はい、そんなんでちょっと私ここでもね、いろいろ欲しいものめっちゃ どうしようかって悩んでたぐらいだからね。はい、ポイポイ入れてたね。ポイポイ入れた。で、集中した顔ね、どれを選ぼうかってやったっけさ、演奏の時の集中の顔とこの時選ぶ顔全く同じやと思うから。はい。そうそう、ニヤニヤしながらね、はい、撮ってましたね。そうそう、これね、飴ですね。飴玉のね。そうそうそう。で、これはゼリーね。うんうん、このあたりのものはですね、ちょっとここの後に皆さんね、お見せしたいと思うんですけど、買っちゃいましたので、はい。そしてこの晴れやかな笑顔よ。これは日本酒のソフトクリーム。そう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 。だからちょっと大人なソフトクリームもやってんけど、そう。
日課日課ですよね、うん、この時ね。みんな食べる。そう寒いのにね、みんな食べる。食べるんかい。すごいクリーミーやった、ね。そう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 、めちゃくちゃ美味しかって、でこの後あのまだなんかね、あそうそう。仕事を忘れて。仕事せいって言われそう。買ったお土産の量が。そうだ。袋めっちゃ持ってる。そうでここで食べてて、なんかずっとねやんやん言いながらやったんだけど、感動したのがもちろんソフトクリーム美味しいんですよ。でもねコーンに感動したね。まずコーンにもね、めっちゃコーン美味しかって、でそれをこう若干ソフトクリーム残しながらコーンをかじりつつ交互でがもうエツみたいなのがねあったんですけど、あ日本酒のねちょっと入ったソフトクリームって珍しいと思うんでね、皆さんこのぜひ主審館に行かれた際はこれご購入してお食べいただきたいなって思いますね。樽の中もあったかかったよね。あそこの中ね、そうそうそう、ちょっとお酒作りに思いを馳せつつね行っていただきたい。あそう、そしてこの試飲コーナーね、うん、そうなんですよ、ここねちょっと美味しかったんですよ。あ、これ選ぶの厳しいよね、うん、あの一番取るのがね。そうそうそう、説明もしてくださって、うん、でそうたくさんついてすぐ早かったね、うん、すぐですかって言ってねすぐ飲んでたね。そうそうそう、早かった。なんこんなに公で自分の飲んでる姿を、ね、出されるのもちょっと初やからね、どんなちょっと気分が不思議だわ。喜んでるね、喜んでるね。そうそうそう、美味しいって言ってた時いい顔の美味しさ、なんと思ってる。まあ、私の顔ほらあれひどいよ、ね、どんだけ列に入ってんのって、もうやだわ、もう恥ずかしい。そう、まあでも美味しかったんです、とってもね、はい。ちょっとゆずしとか他にはね入れていただいておりましたね。はい、お願いします。さあさあ、あの後ろこれね、生酒これだよ。そう、この場所でしかね飲めないと言いますか、新鮮な鮮度のね高い日本酒ですね。美味しいんですよこれ。でボトルにね目の前に入れていただいて、で目の前で封をしてくださるんですよ。あのドンと押して、ね、いい音だったね。そうそうそう、はい、はい、ありがとうございました。あの目の前でねあえてこう叩いたりとかもしてるのもね楽しかったけど、あれちょっとちらっと聞いたらボトルで飲み終わってねもう一回持っていくとね100円引きで入れてくれるらしいからね、うん、というのをちょっと皆さんねお方覚えていてください。はい、というわけで先ほどねこのショッピングコーナーでいろいろお買い物した中のお土産がこの辺りにもなってくるんですけど、私はこれで、あゆみちゃんこれね、これゼリーちょっとあるんですけどね、はい、これ誰から行こうか。あ、じゃあこれから行きましょうか、はい。これは福寿さんの純米吟醸ゼリーですね。ゼリーなんですけど、この福寿のさっきあの飲み比べの時もたくさん映ってたんですけれども、そのお酒を使ったゼリーになってますので、私はお土産にたくさん買って帰りました。私はですね、このあの石鹸をもう最初に入った時から気になっていまして、こちらの石鹸は酒粕の方でできてるんですけど、米ぬかの方ももう一つ赤い種類もありまして、どちらか迷ったんですけどね、あのお試しセットもあったりとかすごく気が利いてて、で私はこの酒粕の方を買って、今ももうお風呂でずっと相棒にしてるんですけど、すごい細かくてツルツルそう、あとふかふか、あの洗い終わった後もしっとりしてるので、本当にあの買ってよかったなってすごく思ってます。で私が持ってるのはこのぐらい近づいてもいいかな、見えるかな、ライト的にねちょっと見えづらいかな、はい、酒粕ねこのぐらい。はい、このね酒粕の飴ね、あのまあ個包装の中に全部されているんですけども、あのまあその名の通りですよ、もうあのお酒の酒粕の味がずっとしっかりある飴玉なんで、どこに行っても飲んでるような気持ちになれるっていうのがポイントかなと思います。あのなんていうかね、まあ仕事的に、あとクラシック音楽に演奏してる人間ってもうちょっと真面目と思ってられる方ね、まあ、いらっしゃるかもしれない、いやできたら四十飲んでいたいですよ、でもちょっとそういうわけにいかないんで気持ちちょっと飲んでますみたいなんで、いけるのこれですね、あのこの飴玉をちょっとね頬張りつつ実は弾いてる時があったりするので、まああのここだけの話ですよね、あのでもあの弾いてる時はねしれっと弾いてるので、あのそこはプロでございますんでやってますが、あのこれ本当にねどこに行ってもねお酒のね風味を楽しめる飴なんでね、ちょっと個人的にはおすすめでございます。というわけで、はい、お貸しいただきますね。まあちょっとまあ散々飲んだり飲んだりとか話をしてるとね辛いですね。
まだ飲んでないのがね。まあそろそろちょっとその話にやっていきたいと思いますので、ここでですね、聞き酒師のお父さんちょっとお呼びたいと思います。なだごごおすすめの、ね、日本酒を、ご紹介いただきたいので、加藤さんよろしくお願いします。はい、聞き酒師の後藤美沙です。日本酒トリオ改めトリオにあみちの皆様、素敵な演奏とレポート本当にありがとうございました。私も灘5号のセミナー3回目で、今日も灘の美味しいお酒を試飲できるということで本当に楽しみにしてまいりましたが、特に今日はですね、女性に優しい飲みやすいお酒というコンセプトで5本用意しているんですが、トリオディアミーチの皆様は日本酒好きでつながったというエピソードもあり、そして先ほどのお土産のチョイスもしかり、この女性に優しい飲みやすいお酒というコンセプトでは少々物足りないのではないかと心配しておりますが、酒好きの3人と一緒に目いっぱい灘5号のお酒を楽しみたいと思います。はい、じゃあ皆さん用意はいいでしょうか。はい、はい、はい、では今日の5本のお酒、少しスライドで紹介したいと思います。はい、今日ご用意したのはこちらの5本です。さらっと紹介してまいります。まず1本目に皆さんに飲んでいただくのはこちら、白鶴酒造白鶴日本酒スパークリング米の思いです。そして2本目、辰馬本家酒造特選黒松白鹿黒松純米餅四段仕込みです。そして3本目は北山酒造美人クラブ純米酒島美人です。はい、そして4本目、小山本家酒造、浜福鶴純米吟醸うま口です。そして最後の1本、先ほどの VTR にも出てきました神戸酒神館福寿純米吟醸です。はい、では早速ですが、はい、トリオでモミーチの皆様と試飲していきたいと思います。はい、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう2段目から気合い入ってますからですね。はい、乾杯ですのでちょっとシワシワをご用意いたしました。はい、ありがとうございます。はい、とりあえず気を吹きまして、よいしょ、よし、はい、では皆様、はい、お手に取りましょうか。行きましょうか。はい。はい、いますね。では乾杯ということで、はい、でしょうかね。お願いします。はい、では乾杯。はい、乾杯。ありがとうございます。本当に飲みっぷり。いかがですか。なんかね、ほのかに甘いのと、舌の上でコロコロ転がっていく感じが楽しいですね。おー、はい。少しね、柑橘っぽい、爽やかな酸味もあるかと思うんですけれども、それと同時に多分お米の、ふくよかな感じもして。そうですね、お米の香りふわっとね、くるのは分かります。はい。ジュースみたいな、そう、すごく飲みやすい、うん、で、当てが欲しくなるんだよな。どうですか。ダメ、野球人間なんですね、すいません。これは原料に炭酸ガスも含まれていまして、はい、シャンパンのようにきめ細かい泡が楽しめるんですが、なんとボトルもですね、シャンパンと同じ形状なんですね。あ、今日は先ほど事前に開けてしまったんですが、本当にコルクがついていてポンっていい音が、あ、確かにポンってさっき音聞いた、はい、そうそう。そうなんです。はい、なのでクリスマスとかね、お祝い事なんかにもなかなかいい演出ができるんじゃないかと思います。そうですね、なんかついね、お祝い事っていうとワインとかっていうことね、うん、シャンパンとかなんだけど、全然これもいいと思いますけどね、うん、今年は皆さんちょっとそういう珍しいパターンのクリスマスいかがですか。
白ワインみたいな感じの、うん、そうそうそう、結構白身の魚とも合いそうな気がしますね、うん、カルパッチョなんかなかなかいいんじゃないかと思いますね。作りなんかもいけそうですね、お塩で食べる。確かに、ブリのカルパッチョとかいいですよ。わブリのカルパッチョとこれとかね、どうですかね、皆さんね、食べたくなる、はい、はい、じゃあじゃんじゃんいきます。2本目いきましょうか。はい、2本目は特選黒松白紙か黒松純米餅四段仕込みです。はい、とても綺麗なブルーの瓶です。ブルーだ、すごいですよ。はい、ではこちらも乾杯といきます。はい、よいしょ。そうね、はい、もう早い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 、はい、はい、では乾杯。はい、乾杯、ありがとうございます。あ、すっきり、はい、こちらも飲みやすいですね、うんうん、美味しい。本当だ、後からなってるね、うんうん。はい、この餅四段仕込みということなんですけれども、通常日本酒というのは三段仕込みと呼ばれる手法で作られるんですが、はい、もう一段加えて四段目にもち米を使っているんですね。でこの一手間かけることによって非常に柔らかく優しい味わいとなります。そういう1本目のお酒の方はすぐに舌でファッと広がったんですけど、これなんか変な言い方かもしれないですけど、ちょっとオブラートに包まれてる感じが入ってきて、あと時間差で来るんです。広がる、はい、優しいのがずっとずっと口の中にある、はい、そう、美味しいですね、はい、これも非常に飲みやすいと思います。冷えました。果たして、はい、じゃあどんどん行きましょう。香りがずっとこの辺、うんうん、この辺は、はい、美味しいね、うん、はい、まだ余韻が残っているかと思いますが、3本目、はい、はい、美人クラブですよ。美人クラブ、美人クラブ、はい、北山酒造さんの美人クラブ、純米酒ですね。純米というだけありまして、本当にお米本来の香りを十分味わってください。こう見えるかな、はい、こうかな、はい、うんうん、はい、じゃあ皆さん手に取りましょうか。はい、行きましょう。すぐスピーディー飲んでください。サクサク進みます。いいのかな。おいしい。はい、はい、では行きましょう。はい、ありがとうございます。あら、これ違うタイプ。はい。ちょっとゆかちゃんどうですか。なんか。これもでも後からだよね。でも、うん、もうすぐ来るね。口の中ですぐもうふわっと来るから、うん、すごく。なんか言葉が、誤解されたくはないんですけど、発火とか。そう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 。あの感じのなんか残り具合の気がするんですよね。そうそうそう。なんか飲んだ後に爽やかっていうふうな感じになる気がしますね。はい。爽やかみたいな。うん、これはもう本当にうまみをよく感じるので、食中酒にはぴったりじゃないかなと思うんですが。中盤ですね。はい。そして、今ちょっと常温に近い感じですけれども、はい、これ缶にしても美味しそう。顔、顔。缶、熱感好きなんですよ。もうぬるくても熱くても、これを冷やしても、どんな温度帯でも、私ね、あれ鮭のね、鮭浸しとか、あ、新潟のこれね、合いそうだな。ダメですか、新潟と西宮のとコラボみたいな感じでいいですか。あれに合わせたいはちょっと思いましたね。確かに合いそうですね。あれはいけると思いますね、はい、そう、新潟のダジャレのような名物ですね。あれって結構ね、組み合わせるお酒次第でも変わるんですよ、結構ね、うん、なのでちょっとこれ合わせると挑戦してみたいな思いますね。実は先日買ったんですよ、ちょうど。 あるんですよ、できるじゃないですか、はい、にあるんで。そう、はい、はい、どうや、ゆみちゃん、このお酒、あ、このお酒、なんか私よく日本酒飲んだ時に、あ、お正月みたいっていうコメントをするんですけど、うんうんうん、なんか正月ってやっぱ日本酒飲む機会があるじゃないですか、はい、うん、なんかそれ
お正月を感じるような、こうなんかなんていうかな、うんうん、ザ日本酒ってらしいという感じですね。ある意味1本目ってヨーロッパチックだもんね、うん、そうみたいな、それはそれとかさっきのなんか、うんうん、日本酒なんだみたいな確かにそうですね、こうおチョコとかマスなんかで飲むともっと雰囲気が出そうですね、うん、あマスかいいなはい、じゃあ続きましてじゃんじゃんいきましょう。4本目、はい、小山本家酒造甘福鶴純米吟醸うま口です。うん、全部かわいい、かわいい、ね、はい、確かに並べたいなんかでも日本酒の瓶のイメージってね、なんかあんまりなかったんだけど、うん、おしゃれなの多いですよね。そうですね、今はワインボトルでしたり、先ほどのシャンパンのボトルでしたり、もうデザインがかなり多様化してますね。そうですよね、はい、色合いも昔は、まあ、茶色とか青緑が多かったんですが、はい、今は白い瓶とかフロストがかかってるようなおしゃれな瓶とかいっぱいありますね。はい、ちなみに日本酒その瓶自体は色とかいろいろありますけど、はい、中身にこうなんか影響が出るとかとか、その大丈夫でもですか？クリアな瓶で例えば明るいところにずっと置きっぱなしにしていたりするとやっぱり紫外線だったりとか、うん、そういった影響はあるので、うん、そういった光を通しやすい瓶の場合はきちんとあの新聞紙でくるんでたりとか、冷蔵庫に入れてあんまり動かさないようにしたりとか、で暗所で保存というのがいいですねはい、なるほど。ちょっとね、瓶のこともあまり知識がね、ちょっと私たちもあまり少ないのでね、はい、ちょっとこういうタイミングで聞けるのはね、ありがたいです。ただメーカーさんきっちりあの考えて作ってらっしゃるので、そんなに痛むことはないですそこにもそういう工夫がねされてるんですよ、はい、ね、はい、というわけで、はい、これですね、はい、4本目です。よし、では取りましょうか。はい、はい、では4度目の乾杯。はい、乾杯楽しい画面の向こうの皆さんも飲んでらっしゃるんですかね。ねえ、ご飯も用意していらっしゃる、はい、昼間から飲むの最高ですよ、うん、これはまた先ほどと味わいが違うと思いますが、本当だ、いかがでしょう。でも危険なタイプなんだよね、うん、あの、はい、すごいスッと飲めちゃう、はい、次々出る。でも度数高いのかこれは。ね、15度、はい、そんなには、うん、はい、うん、もう15度そんなにはって言ってる時点で、まあ、ねえ、普通です。いや、私、すごい、ちょっと飲めちゃう。あの、いや、でもこれ多分一人で開けちゃうよ、私。下手すると。そうですね。危ないですね。この柔らかい香り、あの、ご飯を邪魔しない感じの香りと、それからちょっと、滑らか、喉越しがね、すごく滑らかなので、スイ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 いけてしまう。これ何合わせて飲む？これも水代わりでいいんじゃない、うん、チェイサーではないです。ねえ、ねえ、わかる気がしますよ。最初とかでも最後とかでもないね。もう真ん中でも、うん、ずっと飲んでる。ずっと飲んでる。チェイサー強いね。あの皆さん真似しないようにしてあ、でも私これやったらなんかあの変な話、こう、まあ、でちょっとエリすぐれたこうなんかあの当てとかもあるんだけどね、缶詰の、ね、系とね、ちょっとやっていたいかなって気がちょっとする。なんかあえてチープかみたいなね、これはすごいいいんだけど、うん、隣に缶詰の焼き鳥屋、うん、ちょっと行ってみたいみたいなは、ね、いつも言うちょっとし欲望が今ね来たんですけど、ザ当てみたいなね、そう、よくご飯食べちゃったりとか、お酒がねちょっともったいないとか、お酒の方になってるとご飯ちょっと少なくとかなるけど、このお酒だったらご飯も楽しめるし、うんうん、しかもお酒もずっと飲めちゃいそうっていうこのなんか楽しい、ね、時間がずっと続きそうな感じがすごくいいですね。ご飯、味噌汁、納豆、お米と合わせられるってなかなかね、そうエンドレスでいけそうです。あ、ちょっとあの茎わかめのね煮付けとかちょっとこうあの合わせたいですね、瓶詰めのやつ。妄想が広がる
はい、じゃあ最後5本目いきましょう。最後だよ、はい、皆さん。もう最後です。はい、あらまあ、はい、で、これさっきいっぱい、ね、スライドに映ってた。はい、そうです。神戸主審官さんの福寿純奈木。そうです、あのあれだ、主審官の方でも C のコーナーにもね、うん、置いてあるね、ブルーの瓶が、うん、はい、素敵なね、ノーベル賞のね、あの公式行事で振る舞われたというお酒で、この瓶の色は皆さん記憶に新しいんじゃないかと思いますが、はい、はい、OK です。では皆様、はい、最後の乾杯です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。ありがとうございます。姫はやっぱりこれでしょうか。どの味も何とも言えない、すっごい優しい。そうですね。なんか桃のようなというか。いやでもこれはあのなんか他の4本とかってね、最初にね飲んだ時舌先に来るんですよ、結構あの割とね。いやこれはね、こう舌の上を滑って向こうを通り過ぎる前にその味の余韻が来るっていう感じでね。いや美味しいんですよ。演奏家だったっけなって感じで。やっぱり香りが残る、ずっと残ってるね、うん、本当に美味しい、はい、あのいい仕事をした後にこれ、うん、ね、うんうん、はい、飲んじゃった大変に残念でございます。もうあっという間に終わってしまいましたが、はい、5本もあるのでね、ちょっとどうだろうと心配してたんですが、こんなにサク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 クイックに飲んでくださって、ちょっとで、ね、一応補足しておき、おくとですね、あのクラシック音楽を演奏する奏者が全てがこうではないということだけはちょっと皆さんね、あのご注意いただければと思いますけど、ね、あの私も正直ね、あのイタリアでね、まあ、あのワインは水のようなものの存在でしてね、あそこに慣れたってのあるんですけど、まあ、日本に帰ってきてね、同じようにお酒を楽しめる演奏仲間に恵まれるとは、まあ、最初の頃は思っていなかったので、本当に偶然、ね、新潟のねお仕事っていうきっかけで、あのいい仲間にね、あのお酒を通してまたこういう仲間にあるんですけども、まあ、今日もこうして一緒にシーンを、ね、3人でさせてもらってですね、あのこれ一人でもちょっと飲めない人がいるとなかなかちょっと気使うじゃないですか、正直3人ともまあグイグイ言ってるとてもありがたいですね。はい、そんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。今日は本当にお酒飲みの3人と飲めて非常に楽しいひとときでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ次あのまたあの酒蔵見学行くときは私も混ぜていただきます。ぜひとも、あの多分この3人プラス後藤さんやったらより盛り上がること間違いないんじゃないかなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ私はこの辺でおいとまさせていただきます。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがたいですね。もう本当にもうちょっとね、こうあのこれ継ぎ足してところなんですけど、まあ、ちょっとこれさすがにね、これ以上いくとね、あのあれなんでね、ちょっと今ここで押さえておきますが、いやでも本当にずっと飲んでいたくなるぐらいに美味しいあの日本酒の数々でございます。ありがとうございました。ぜひご自宅でね、この灘の、ね、お酒をねお楽しみいただければと思います。どうぞよろしくお願いしますね。なお次回のね、灘午後オンラインセミナーではですね、宅飲みの極意、宅飲みですよ今ね最大テーマでございますね、日本酒とマリアージュするお酒のあて、和食ソムリエと阪神百貨店バイヤーがご案内というテーマでですね、日本酒に合う美味しいあてを全国から厳選してご案内されるとことです。うちらが参加したい。すごく興味があります。うちらが行きたい。1月29日、何ですね。来月でございます。土曜日14時から開催とのことです。ぜひ、ふるってご参加くださいませ。はい。そういうわけで皆様、そろそろお別れの時間とね、相なりそうでございます。お二方どうでしたか今日は。私司会みたいになってやってましたけども、うん、
今日だけじゃなくてね、あの前もってこの酒蔵の見学とかさせてもらって、多分この機会がなかったら私その西宮のお酒とかあまり知る機会がなかったと思うので、本当にこんな機会いただけて今日もこんな美味しい思いさせていただいて、もう幸せの極みでございますので、皆さんもぜひねこのお酒を一緒にあの一人でもあのご家族でも飲んでいただけたらと思いました。はい、ゆがちゃんどうでした？私の家はですね、あまりお酒を飲まないお家に育ってて、ちょっとあの父親がちょっとお酒が弱いなんですけど、やっぱりこう日本酒ってお祝いのものだったりとか、すごくそのあの祈りが込められてたりだとか、あとはですね、今日みたいにですね、あのお酒って強いものだとすごく思ってたんですけども、飲みやすいのもあればワインのようにたしなめるのもあったりとか、すごくたくさん種類があるので、やっぱりあの飲まない家庭ながらもですね、今後はやっぱりお祝いだったりとかそういうところでたくさんね、あの飲んでいきたいなとすごく思うことになりました。なんかおすすめねできるようになれたらいいなって、すごくいろんな種類をちょっと見てみたいなっていうふうにすごく思いました。そうですね、まあ、トリオディアミーチとしては日本酒で始まった3人みたいなものもあったので、本企画は本当にね大変貴重な機会でございました。ワインとかね他のお酒のみならず、この日本のね国で生まれてる日本酒自体にももっともっとね、私も今回の企画を通して、もっとあの演奏者だけじゃなくてですね、いろんな人にもまたあのお知らせをしていけたらなと思います。まあそんなわけでこれにてこの企画終わりですが、最後にこの時期ね、ちょうどもうちょっとでクリスマスになるんですけれどもね、まあ今日紹介させていただいたお酒もね、ぜひクリスマスとともにね選んでいただけたら嬉しいかなとちょっと思いました。皆様どのようなねクリスマス過ごされるか、画面の向こうに皆様はそれぞれの過ごし方があるかと思いますが、あの楽しいクリスマスになりますようにという願いと、それからまあ来年もうちょっとでこの1年も終わりそうですね、来年こそより良い年に、最高の年に、ね、1年になることを、まあ、記念してですね、最後の1曲を私たちから、お送りしたいと思います。何曲あるか分かりませんが、クリスマスメドレーでお楽しみくださいませ。それでは皆様せーの、メリークリスマス。